チャニアでーす。ってことで、ウラシュラランク上げの最楽編成紹介していこうと思います。今回紹介する編成なんですけど、パズル教室なし、そして自力回復なしで、すべて自動回復で回復して、ずらし7分から8分で周回できる編成を紹介していきます。今、ランク上げの激アツイベントやってますので、新規勢、復帰勢、ガチ勢、みんなランク上げやってると思います。もしくはね、これからやろうとしてると思います。まだの方はですね、ぜひとも今からでもやりましょう。でですね、まあ、そんな中で周回編成いろいろ使ってると思います。まあ、こんな感じでね、いろんな周回キャラがいますが、自力回復ありの編成使ってる方もね、少なくないと思うんですよ。どうですか？たまにミスって死にませんか？もちろんですね、たくさん周回回数をこなしてですね、慣れてきたら知らなくなると思うんですけど、やっぱり最初の方はですね、ドロップ管理のコツをつかむのが大変だったりとかで死ぬことあると思います。で、周回で死ぬと激萎しませんか？私はします。一応ね、私もランク上げを通った人なんですけど、めちゃくちゃ萎えるんですよね、負けるとね。ということで、今回はですね、自力回復編成で死んでしまってもう嫌になっているそこのあなた向けの、自力回復なし自動回復で全て周回できるランク上げ編成を紹介していこうと思います。もしね、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オン、よろしくお願いいたします。皆さんが楽しくパズドラできるようにですね、そして皆さんの需要に合った動画を投稿してますので、ぜひともね、高評価だけでも押してくれるとモチベーションになるし嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、まずですね、誰を使うかなんですけど、ここでね、お知らせです。今回ですね、サレーネはサレーネなんですけど、今回使うサレーネ、このサレーネではありません。こちらのサレーネでございます。はい、こちらサレーネキティでございます。こちらがですね、暖房2個持っていて、ランク経験値 1.6 倍のリーダーでございます。今回はですね、こちらを使っていきます。でね、今見た瞬間にですね、サレーネじゃないのか、ランク経験値下がるなって思った方いらっしゃると思うんですけど、実はですね、そんなことないんです。こちらをご覧ください。はい、暖房のおかげでランク経験値はほぼ同じでございます。サレーネ×サレーネの普通のランク上げ編成がですね、ランク経験値だいたい約 5.3 倍になります。 1.8 倍×1.8 倍×1.5 倍×1.1 倍ですね、だいたい 5.3 倍です。に対してですね、こちらサレーネキティ×サレーネキティのランク経験値が 1.6 倍×1.6 倍×1.5 倍×1.18 倍で約5倍となります。このね、 1.18 倍っていうのが暖房9個分の倍率でございます。1個 2% 分上がるので、全部で 18% 増えるんですね。なのでこちらですね、 1.18 倍となっております。これのおかげでですね、 5.3 倍と5倍でほぼ同じランク経験値が手に入ります。これでですね、最楽の編成になるんだったら、こっちの方が良くないですか、ということでございます。はい、ということで、ランク経験値については納得していただけたということにして、続いて編成解説やっていこうと思います。でね、今回もいつも通りこんな感じで準備いたしました。ゼロから編成組みながら、編成解説と代用解説やっていこうと思います。まずリーダーですね、こちらサレーネキティとなっております。ランク経験値 1.6 倍リーダーで、暖房2つ持っております。直角性スキム遅延耐性5個つけてますと。はい、で次バッチなんですけど、バッチですね、経験値バッチ使っております。ランク1000になるともらえるバッチですね。ない方はですね、持ち込んだしとかでもいいし、 HP でもいいし、何でも大丈夫でございます。好きに使ってください。はい、ということで、続いてフレンド側でございます。フレンドなんですけど、フレンドはですね、先ほど計算でも見せた通り 1.6 倍×1.6 倍です。つまり今回サレーネキティを採用していきます。こちらでございます。はい、ってことで、リダフレサレーネキティでございます。でね、これ見ての通りですね、サレーネキティ倍率があるんですけど、耐久力はないんですね。さすがにリダフレ耐久力なしだと死んでしまうので、今回もリダチェーンをしていきます。はい、ということで、今回のリーダーを発表します。今回のリーダー、こちらでございます。はい、デイトナですね。こちら遅延耐性5個潜在につけています。で、激減リーダーなんですよね。で、 HP 倍率がないことによって、自力回復なしで自動回復できるようになっております。はい、こちらデイトナを採用していきます。そしてデイトナをリダチェンするといえば、あのキャラクターですよね。ということで、続いてはリダチェンキャラクターです。リダチェン、今回もですね、こちらを採用となっております。はい、こちらでございます。ファスカですね。はい、ファスカ、こちらですね。何の形態かっていうと、普通のフェスゲンのファスカの進化形態でございます。比較的所持率はまあ高い方かなと思っております。スキブ2つ、昇格性がありますと。で、遅延耐性5個ですね。これ6個振ってますが、5個で OK です。で、スキルがですね、30ターンでリダチェン。で、進化してですね、スキルが。で、進化後は6ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効を回復するってことで、役割2つ持っているスーパーリダチェン最強キャラでございます。はい、こちらを採用していきます。はい。ということで、今のところですね、サレンネキティ2体とも、まあ、交換可能で、ファスカとね、デイトナはフェスゲンなので、比較的今のところ組み合わせ編成かなと思います。さあ、
ここからですね、まあ、これを組みやすいと思うかどうかは人によって変わってくると思います。サブ2体でございます。サブ2体はですね、こちらでございます。はい、キティですね。何キティかというと、もちろんですね、はい、サレーニキティでございます。今回ですね、サブ2枚ともサレーニキティ、つまりサレーニキティ4体編成でございます。はい。で、これですね、サレーニキティが7ターン、1ターンヒーストのスキルなので、4体でループします。で、上段下段を光の列に変化して6解除もしてくれますので、6解除上下段列生成ループが完成いたしますということでございます。はい。で、サレーニキティね、光2コンボで倍率出ます。で、半減も持ちますので、これで OK という感じになっております。半減激減で倍率もあるリーダーとなっております。はい。完成です。これで母体完成です。どうでしょうか？これ組みやすいと思ってくれる方、思わない方いらっしゃると思いますが、少なくともね、編成組めなくて困っている方、これを交換すれば組めるというのはね、あるかなというふうに思っております。はい。それではですね、続いてアシストをつけていこうと思います。まずはですね、アシストの自由枠、調整枠を紹介しようと思います。どこかのサレーネキティにつけてもらったらいいんですけど、こちらでございます。はい。ペインターでございます。これね、ダンジョンキャラクターなんですけど、列と自動回復持っております。なので採用しております。ただですね、これ別に自由枠、調整枠でございます。他のね、アシスト代用した場合、ここで帳尻を合わせてください。おすすめはヘイストとか、あとは列とか、あとは特待生とか3ターンヘイストとかね、まあ、2ターンヘイストでもいいですけど、ヘイスト系とかがおすすめでございます。はい。ということで、続いてです。次なんですけど、こちらの編成、パズル教室スキップでございますから、もちろんですね、パズル教室スキップ用の武器が必要でございます。こちらでございますね。はい。ほのかです。相変わらずの門松スキルですね。はい。まあ、門松との違いはスキブがあるかどうかです。スキブない、減らす場合はですね、例えばですけど、こちらペインターのところ、スキブ武器つけてくださいって感じでございます。そんな感じでね、ペインターを代用に使ってください。はい。今回ほのか採用してますが、全然門松でも OK です。最悪両方ない場合は自力でパズルしたらいいと思います。はい。ということで、続いてです。次なんですけど、これまた、サレーネキティのアシストなんですけど、こちらを採用していきます。はい。ルフィでございますね。ルフィの帽子です。麦わら帽子の役割はですね、主にスキブと2ターンヘイストでございます。もちろんですね、このサブ5倍とか7コンボ加算等も使ってるんですけど、基本的にスキブ2ターンヘイストあれば OK でございます。代用はいくらでもあります。はい。ということで、ラストサレーネキティの武器つけていきましょう。こちらですね、何をつけるかと言いますと、こちらです。サレーネですね。ストーリーサレーネ、こちらの武器をつけていこうと思います。スキブなしですね。すいません。スキブはなかった。暖房で3ターンヘイストと花火持っております。はい、サンターヒスト暖房武器ですね。一応暖房増やしたいので暖房武器をつけてますが、別に代用は可能でございます。はい。ということで、これでですね、武器とりあえずサレーニキティはつけ終わりました。で、この後なんですけど、ファスカとデイトナの裏にアシストつけていきます。で、実はですね、この2体はアシストスキル採用でございます。これね、サレーニキティがヒストループするんで、裏のスキルが溜まりやすいんですね。なのでデイトナの裏とかも全然簡単に溜まります。はい。ということで、デイトナの裏につけるのがこちら、アントマンの武器でございます。これですね、短く打てる2ターンダブル吸収でございます。スキルターン短いダブル吸収武器だったら何でも OK なんで、まあ、例えばレーベンとかね、まあ、いろいろいますので、まあ、それ後ろで細かく代用解説してますから確認してみてください。こちら今回採用していきます。アントマンでございます。はい、OK。ということで、続いてですね。次なんですけど、最後ですね。ファスカの裏です。ファスカの裏なんですけど、こちら採用するのがですね、こちらでございます。はい。ジョースケでございますね。こちらの武器を採用していきます。クレイジーダイヤモンド。これがね、毒単全耐性とスキブ持ってます。で、自動回復も持ってるんですね。今回、自力回復しないので、自動回復なので、今回自動回復のキャラクターを採用しております。代用する場合はですね、毒完全耐性あれば十分でございます。自動回復ね、全部で6個しかないので、代用いくらでも効きますから、とりあえずね、毒耐性つけてもらったらいいです。ひこぼしとかね、まあ、いろんな代用ありますので、そのね、毒完全耐性武器をつけてもらったらいいかなと思います。はい。伊達とかもそうですね。まあ、詳しい代用は最後に細かく書いております。はい。ということで、これで編成完成いたしましたので、続いてプレイ動画見てもらおうと思います。見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていきましょう。ウラシュラランク上げ、最楽編成、自力回復なしで全部自動回復で回復できます。こちら、両サレウラシュラキティでございます。はい。ということで、まず1回層、デイトナ変身します。で、ホノカ打って、で、サレーニキティを打ちます。で、ルフィを撃って、で、タレーネ武器を撃っていきましょう。はい。で、ファスカ溜まるんで、ファスカ撃って、リダチェンして、ずらして突破していきます。はいと、よし。ということで、これで突破ですね。はい。
で、次ですね、パズル教室です。で、パズル教室の間はですね、1コースしてるだけなので、そこでですね、はい、まあ、詳しいこの編成の解説とかしていこうと思うんですけど、まあ、私にとってね、採楽っていうのは、一番単調作業になることだと思います。はい。まあ、手数が少ないとかいろいろあると思いますけど、結局ね、やることが変わってしまうと、頭使わなきゃいけないんで、単調作業が一番いいかなと思ってます。で、この編成なんですけど、基本的にサレーニキティ打って、プラス1コンボ組めばですね、それで全て突破できます。で、回復とかを考える必要もないので、めちゃくちゃ楽でございます。はい。ということで、パズル教室中ですね。はい。ラストターンになったらですね、デイトナ変身して、で、殴ってください。で、光2セット組めば、勝手に倒せます。はい。ということで、これで突破でございます。はい。3階層ですね。さあ、3階層ギア階層ですが、特にありません。そのままワンパンしてください。ギア階層じゃないんで、3階層は、ギア階層の前のファクトレオニス階層ですね。はい。ここは、サレーネ打って、水出しで OK でございます。はい。これで突破していきましょう。はい、OK です。突破です。続いて4階層ですね。4階層ギア階層です。ギア階層もタレーネ打ってワンパンで OK ですね。はいと、さあ、さ、ルーレットもありますが関係ありません。はい。はいと、はい、OK、タレーネ打って、で、ずらしです。はい、回復を組んで1コンボにしますと。ということで、これで突破していきましょう。はい。さあ、楽ですね。タレーネ打ってひたすらずらし1コンボするだけでございます。さあ、続いて5階層です。5階層もサレーネキティ打ってワンパンしていきましょう。はい、サレーネキティで1コンボですね。はい、オッケー、突破です。さあ、楽ですね。はい、突破です。ということで続いてです。続いては6階層ですね。6階層デネボラ出た場合は2パン、アルキオでワンパンですね。今回ワンパンの方出てます。はい、サレーネ打ってプラス1コンボですね。これで突破していきましょう。はい。やっぱね、やることが同じだとね、楽ですよね。考えなくていいんでね。はい。さあ、続いてです。続いては、7階層ですね。7階層もサレーネ打って、ワンパンしていきましょう。はいと。さあ、攻撃を受けて、あ、いいですね。闇がもう1コンボになってるんで、サレーネ打って、1コンボです。はいと。よし。いいですね。これで突破していきましょう。今の枝豆があったから、闇崩しましたね。はい、続いてです。続いては、8階層ですね。8階層もサレーネ打って、ワンパンしていきましょう。はいと、さあ、アロンダイトの光。さあ、はい、サレーネを打ちます。で、1コンボ組みましょう。はい、OK です。突破していきましょう。よしと。ということで、続いてでございます。はい。続いてなんですけど、9階層ですね。9階層、コンボ吸収注意してください。で、サレーネ打って殴っていきましょう。はいと、さあ、木の時が出るとね、6コンボ吸収してきますので、これね、コンボ吸収超えるようにしてください。はい。ということで、1コンボプラスで7コンボです。これで突破していきましょう。はい。ということで、続いてでございます。続いて10階層ですね。10階層も、はい、キティ打って、ずらしで殴っていきましょう。はい、キティで1コンボです。はい、オッケーですね。これで突破していきましょう。はい、ということで、これで突破していきます。はい、オッケー。さあ、続いては11階層でございます。11階層ですね、ここ、サレーネキティ打って、正方形7コンボ組みましょう。はい。さあ、キティ打って、正方形を組んで7コンボです。はい、オッケーですね。これで突破していきましょう。はいと。よし。OK。さあ。で、今回ですね、スピカ出てるんで、2パンでございます。サレーネキティ打って殴っていきましょう。はい。さあ、正方形組んでいきまーす。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。正方形プラス2コンボで7コンボになります。はい、OK。さあ、ということで続いては12階層でございます。12階層なんですけど、ここね、アントマン打って殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。はい、いきますよ。ここでアントマンを打って、で、サレーニキティを打ちます。はい。で、ずらし1コンボですね。腕殴っていきましょう。はい。OK、突破でございます。さあ、続いては13階層ですね。13階層、カラドボルグ出た場合、ファスカ打って覚醒無効を解除してください。ミストルテインはワンパンです。はい。さあ、では行きましょう。はい。サレーニキティ打って1コンボ。これで突破していきます。で、今回ですね、強化入ってサレーニキティ6解除つきましたので、これですね、カラドボルグのロックも関係なくなりました。さあ、続いては14階層でございます。リッチ出た場合はデイトナ打ってください。で、レインボー出た場合はワンパンでございます。はい。ということで、殴っていきましょう。光2セットですね。これで突破していきます。はいと。よし。はい、突破。ということで続いてです。続いては15階層ですね。15階層そのままワンパンしてください。シャレーネ打って1コンボですね。サレーネ1コンボ。はい、オッケー。突破していきましょう。出ました。ということで続いてです。続いては16階層ですね。
16階層もここサレーヌ打って1コンボで殴っていきましょう。さあこういうところとかですね、超高所持ってる敵回復が必要でしたね、今までの編成は。ただしこれは自動回復で OK でございます。はい、 OK、 削ってと、で攻撃を受けてサレーヌ打って突破していきましょう。はいと、さあ攻撃を受けます、サレーヌを打ちます、はい、ずらします、で1コンボ組んでこれで殴っていきましょう。はい、 OK、 突破です。さあ続いてです、続いて17階層ですね。17階層をサレーヌ打ってワンパンしていきましょう。はいと、さあ行きます、サレーヌを打ちます、でずらします、突破していきましょう。はいと、よし、はい、いいですね、突破です。でね、こちら6目覚めされてますが、サレーヌキティで6解除ループなので6解除する必要もありません。はい、18階層ですね。こちら、クルセイダー出た場合はアントマン打って、ダブル吸収打ってください。ジャスティス出た場合は爆弾注意して正方形7コンボ組んでください。はい。ということで、はい、ずらしで7コンボ組んで殴っていきましょう。はい、OK、突破でございます。さあ、続いては19階層ですね。19階層ここを通パンしていきましょう。はい、こういうところですね。やっぱりダメージ受けるからね、他の編成だったら回復が必要ですが、この編成は自力回復いらないので、自動回復で十分でございます。はい。さあ、1コンボ組んで、これで殴っていきましょう。はい、OK です。さあ、で、攻撃を受けます。はい。はいと。さあ、では、サレーネ打って、また殴っていきましょう。サレーネ打って、1コンボです。はいと。いうことで、これで突破していきましょう。よしと。はい、OK ですね。ということで、続いてです。続いては20階層です。20階層ですね。まず、シャンメイ出た場合、ファスカ打ってください。ヨーユーは2列プラス光の四つ消しの10コンボでワンパンできます。ヒューミンはサレーネなしで光の2セットで突破ですね。はい。で、シーファですね。は正方形7コンボで倒してください。はい。ということで突破していきましょう。ヒューミンね、光2セット、サレーネなしで打ってですね。で、一旦耐久した後に突破ですね。ルーレット使って光2セット組んでから突破ですよ。はい。ということで続いて21階層ですね。ここ、サレーネ打って、プラス4コンボ組んでください。突破できます。まあ、ルーレットがあってもですね、右上、左下、左上とね、組めば大丈夫でございます。はい。じゃあ、様子見使って組んでください。これで突破していきましょう。はいと。よーし。さあ、これで突破でございます。ということで続いて22階層でございます。はい。ここ、アントマン打って、サレーネ打って、4コンボを2回やってね、ツーパンしてください。でね、闇の脳だけ、闇の目の輪だけね、覚醒無効飛んできますので、ファスカ打ってください。覚醒無効解除でございます。ちなみにね、デイトナとファスカを裏使っても関係ないですからね。はい。さあ、ではサレーネを打ちます。はいと。よし。では殴っていきましょう。プラス1コンボ、4コンボですね。はい。さあ、こんな感じで上下左右の4箇所使って殴っていきましょう。はいと。OK ですね。さあ。で、攻撃を受けて、最後、サレーネ打って、また4コンボ組んで殴っていきましょう。はいと。よし。さあ、水吸収入る可能性があったので、アントマン打ちましたね。さあ、OK です。さあ、しっかりと4コンボプラスで組んで、前玉目ありましたね。はい。これで殴っていきましょう。はい。ということで、おしまいでございます。よかったら、参考になったら、高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説、やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、サレーネキティにルフィ、ファスカにジョースケ、サレーネキティにホノカ、サレーネキティにイエローペインター、デイトナにアントマン、サレーネキティにサレーネです。継承全部スキルベ1で OK で、必要 HP は 33,902、必要スキム25で、バッチは自由です。リダフレ逆は NG ですね。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体で毒と光列9個と自動回復6個と暖房9個が必要です。アントマン、こちらスキブと2ターンダブル吸収が役割で、スキブ、スキルターンに注意して2ターンダブル吸収で OK です。シグルズとか、マリウス、レーベン、闇水着ミナカ、TB ハク、ハロウィンネレとかで OK です。続いて、ジョースケです。こちら、スキブと毒と自動回復と血内覚醒無効回復が役割です。スキブ回復量をスキル内容に注意して、毒で OK で、ヒコボシとか、伊達、キゼローグ、ブレザーとかで OK です。続いて、ホノカ。こちら、スキブと光列と闇ダメージ無効が役割です。スキブ火力注意して、門松で OK で、パズル教室自力で10枠ですね。光メノアとか、サフィーラ、バン、ミラダンテ、フェルル、ガンコラゼウス、インドラとかで OK です。続いて、イエローペインターズですね。こちら、光列と自動回復が役割です。ダンジョンキャラですね。火力回復量を注意して自由枠です。スキブ平日と光列、毒耐性とかがおすすめですね。
続いてルフィです。こちらスキブとニヒーストとサブエンハンスとコンボカさんが役割です。スキブ 1F の火力に注意してニヒーストで OK で、バンとか雪の下のハーバリウム、こんにちはキティ、ウルバリン、オニ、レグロス、クリサレとかがおすすめです。続いてストーリーサレーネ。こちら光列とダンボと3ターンヘイストと光花火が役割です。火力暖房に注意して3ヘイストか2ヘイストで OK で、バンとかクリスマスキティ、こんにちはキティ、緑オーディン、ボンド、アイアンマン、メビウス、ジューレン、ミリア、ティポーンとかで OK です。続いて本体代用のための役割です。サレーネキティ、こちらですね。はい、4体いますが、これはですね、スキブ4、7C、無効貫通、火力枠、暖房、光生成とヘイストが役割です。で、リダフレ以外はですね、スキブ火力暖房に注意して、クラウドとかレオニスで OK です。そしてファスカですね。こちらスキブ2でリダチェンで血内覚醒無効回復となっております。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。